多分日本中の人が誰も知らなかったことだと思います、ローライダーという言葉は。で日本には当然一台もない頃で、そこら中で動かすわけですよ。ガスステーションだとかレストランの駐車場とか、もうどこ行っても人がいるとこなら。だから僕たちが創世紀に始めたってことでバッて注目されたんですけど。私の名前は下平純一です。ここは私のお店でパラダイスロードと言います、仕事は古い車を輸入して直したり改造して日本の道路を走れるようにするのが仕事です。手先の細かい器用なそういうのはもう完全に発揮されててですね、大きなホイールに小さなタイヤを履かせるのがローライダーなんですけど、そういう文化は日本にはなかったんです。それも不思議だったし、初めてリアルなローライダーを見たのは1987年に初渡米して、そこに自分が惹かれちゃったわけですね。遊びに行ってパーティーに招かれたり、夜走りに行くのに連れてってもらったりとか、人間の交流の文化になってきたわけですよね。でどんどんこうメキシコ人のその生活っていうかライフスタイルの文化がすごい好きで、音楽から民族からカルチャーとか作って乗るっていうのと違って、それから発生するコミュニティだとか、僕たちもそれに倣って、1985年に、カークラブを作ったんですけども、僕たちのカークラブはファロースという名前なんですけども、車の趣味の人なら誰も知っている映画があって「アメリカン・グラフィティ」っていう、その中に登場する悪ガキの、カークラブがあるんですけども、そこから撮ったわけですね。アメリカ人がもともと発想して発案してやってることを見たり、日本の車作りとか僕たちの考えとかから交流したり、どんどん深まっていくわけですね。1年に1度横浜で大きなイベントがあるんですけど、それはローライダーだけじゃなくて、日本人が作ったアメリカンスタイルの車やバイクを見にわざわざ飛行機に乗って見に来るわけです。これはすごいことで、一番驚いてるのは多分カリフォルニアに住んでるメキシコ系の人たちが嬉しいと僕は思ってます。自分たちが始めたなんか複雑な多分生活様式の中で始めた文化がもう世界中に広がってるっていうことはすごいことだって思いますね。